はい、本日はですね、こちらのワイルドシングスのショーツをご紹介していきたいなというふうに思います。ということでですね、今年の夏もしかしたらですね、大主役になる可能性、ポテンシャルを秘めているショーツをね、今回ご紹介させていただこうと思っております。これね、実はカラー結構あるんですよ。で、この後ろに並んでるのは、また違うやつです。いろんなショーツに並んでるから、バギーズショーツとかパタゴニアノースフェイスとかいろいろあるんやけども、これね、今回一応ブラックで買ってはいてるんやけども、おそらくですよ、僕違う色買い足すと思います。で、それぐらいね、ポテンシャルを秘めてるパンツになってるので、まあご紹介していこうかなということで、本日の流れとしてはですね、まずこちら着用していきます。で、着用していてどんな感じなんか、どんなシルエットなんかっていうのを実は僕まだ一回も履いてません。店舗でも履いてへんからどんな感じなんか全く知らへんねんけども、カラーリングが結構良かったりしたんでね、あ、これバギーズもしかしたら脱ぐかなということでね、ご紹介させていただこうと思っておりますので、そんなところで着用しておすすめの人、そしてまあデメリットで、最後がお得な価格帯ね、ちょっとね 20% オフとかのお店見つけましたんで、そちらのご紹介していこうと思いますので、まずはですね、こちら着用していこうと思います。ではね、このショーツに履き替えていきたいなと思います。せーので、はい、とまあいかがでしょうか。あのサイズ的にはそんなめちゃくちゃ短いわけでもないし、めちゃくちゃ長いっていうわけでもなくてですね、これ確か M サイズです。ワイルドスイングスのショーツ、なんていうショーツやったかな、ちょっと名前は書いてないんでわからないんですけどもね、同じやつ下のあの動画説明欄にリンク貼ってるんですけども、これが M サイズで履いてます。で、まあウエストも言うたってゴムやから、僕ぐらいの体型の方って M ですかね。で、大人でも履けそうな感じのね、丈感になってるんかなと思います。ここの左のところにワイルドスイングスって入ってるのと、あとポケットかな、右のポケットのところ、後ろのポケットのところにもこのワイルドスイングスって入ってあるんですけどもね、こんな感じです。すいません、あの30代のおっさんのお尻誰が見たいねんって感じだと思うんですけど、これあくまでお尻を見してるんじゃなくてね、あのこのロゴを見してるということになってるので、そういったクレームは一切受け付けません。はい、ということでね、あの名作のパタゴニアのね、バギーズロングと比べてみました。ちょうどバギーズロングと同じようなね、あの丈の長さになってますね。ではね、このショーツがなんでそのポテンシャルを秘めてるんかっていうところね、お話ししていこうと思いますので、まず一つ目の理由がですね、このショーツね、水陸両用なんですよ。だから、あの夏場でアウトドアのパンツといえば雨風 OK タイプじゃないですか。で、それがね、今回これも採用されてて、特に裏のライナーが貼られてるとかはないんですよね。ほんまにこれ1枚っていう感じなんやけども、一応水陸両用になってます。なのでね、友達同士がこうやって集まってアウトドア行こうやとかになったりして、アウトドア行ったもんええけど、近くにビーチがあってね、ビキニのチャンネルがね、ルービー飲んでうろうろしてたりしたらね、ちょっとその海水浴の方行きたいなと思ったら、こういうパンツ履いとけばキャンプももちろん陸でできるし、海も行けると。どうです、いいでしょ。なのでまず夏場といえば水陸両用も確定でございます。そして次のいいところはですね、丈感がちょっと長めで、さっき見てもらったようにバギーズロングとほぼほぼ変わらないような丈感になっております。なのであんまりちょっと足出したくないねんなっていう人なんかはね、あのこれぐらいの丈感でいいと思いますし、逆にこれに関してはもう選べません。ショーツとかロングとかないから、もうこれ一択なんですけど、安心して履けるようなねサイズ感かなと思います。で、いつも言ってますけどね、これライナーがちょっとついてないので、ちょっとあの中はねしっかりパンツは履いた方がいいと思います。というのも、この太ももの隙間からね、あのチラチラ見えるのっていうのはですね、我々はですね、これお稲荷の蘭と言ってるんですね。お稲荷さんが内側から見えるということで、これお稲荷の蘭と言ったりするんですけども、まあそれちょっと気をつけていただきたいということで、中にライナーが入ってないので、ちゃんとあの下着とかね、インナーパンツは履いていただきたいということですね。そしてレビューであったんですけどもね、ちょっと幅が広いっていうお声あったんですよ。もう一回ちょっと着用してるのを見てもらいましょうか。特にそんな幅広い感じはないんですけどもね、もしかしたらサイズ上げると幅広くなるんかもしれんねんけども、僕がだいたいね、これ今 M 履いてるんですけども、パタゴニアのバギーズショーツやったら、まあ S サイズがね同じようなサイズ感になってくるし、ノースフェイスのバーサタイルショーツやったら L サイズがね同じようなサイズ感になってくるんですけども、普段日本メーカーで L 履いてはるんやったら、もうワンサイズ下げてもいいかもしれないですね。僕は普段 L 履いてるんやけども、まあ、M に下げたりしてるってことなんで、間違えていつものサイズ感買っちゃうと結構確かにゆったりはしてくるんかなとは思うんですが、おそらくこれの動画見ていただいてる頃にはね、僕もう一色買ってると思います。っていうのも気になるのが一個あってね、レオパードかな、レオタードかなんか忘れたけども、なんかトラ柄みたいなのがあったんですよ。僕そういうの好きなんですよね。だから多分おそらくそれは買ってると思いますが、僕が購入したね、これオレンジっていうショップで買ったんですけど、それはね、僕ブラックとあと何色かあったんやけども、そういう柄はなかったんでね、ネットでパッて見たら柄もんがあったんでね、それちょっとね買ってね、大阪歩きたいなっていう、いかにも関西人っぽいでしょ、そういうの履きたいなと思ってるのでね、まあ僕はそれをちょっと買い出そうかなと思ってますが、次はねデメリットに行きたいなと思います。じゃあデメリットが何なのかというとですね、これね今んとこ特にないんですよ。っていうのもなんでかって言ったら、そのノースフェイスとかパタゴニアのパンツと違ってね、ちょっとストレッチ性もあるんですよね。だから履いててもこうあんま疲れないというか、こうきつい感じもなかったりするんでね、ウエストにストレッチが入ってるのはもちろんそうやねんけども、こういったあの太もものとかにも若干入ってるんで、バギーズとかやっぱ伸びひんでしょ。このままこうピッて止まっちゃってるけど、このワイルドスイングスの方はね、こうやってビヨーンって伸びてくれるからね、結構履きや
しかったりするんで、おすすめの人はねどういう人かっていうと、これ意外とね女子受けするんちゃうかなって僕は思ってるんですよ。っていうのもなんでかって言ったら、膝のね丈感が短いやつってめっちゃ女子嫌いじゃないですか。女子キモいって言うじゃないですか。男子のあの丈短いのめっちゃキモいって言って思うんですけど、これはねそこまで短くないけどもギリギリのいい塩梅をね狙ってきてるから、まあ、バギーズロングとね、まあ、同じような感じなんですけど、なかなかねええんちゃうかなっていうのと、それプラスアルファ今もう安なってたんですよ。もう 20% オフで売ってたっていうことで、次ね価格に行きたいんですけど、元々の定価がね6800円の消費税が7480円やから、まあ、だいたいバギーズショーツとかとあんま変わらんぐらいやねんけども、 20% オフとかでね5000何ぼとかで売ってたんで、5000何ぼでこれやったらね全然ありちゃうかなと思ってね、今回ねこの夏もしかしたらねヘビーローテする可能性があるっていうことで、まあ紹介をさせていただきました。ただでも途中でも言った通りね、1点だけ気をつけていただきたいっていうのは、まあ、こういう夏のショーツはそうなんですけども、言いましたよね、あのライナーがついてるバージョンっていうのはやっぱり隙間からねあんまりこうやって物が見えたりとかブツが見えたりお稲荷さんが見えたりしないんですけども、こうやって中にメッシュの入ってないタイプっていうのは、このワイルドシングスもそうやし、ノースフェイスのねバースタイルショーツとかもそうなんですけど、メッシュ入ってないのでこの辺に関してはお稲荷のランというのがねあの出てくる可能性がありますので、その辺ね非常に気をつけていただきたいなということで、本日はですね、ワイルドシングスのショーツをご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。